どうなんですか。聞こえますか。聞こえますかね。聞こえたら教えてもらえると嬉しいです。聞こえてますか。聞こえてるのかな。ありがとうございます。聞こえてるますか。よかった、ありがとうございます。そしたらちょっと始めありがとうございます。チームのメンバーがすごく応援してくれていてありがとうございます。ハートブワーってすごくライブ感、ありがとうございます、ありがとうございます。そしたら6時になりましたので、ちょっと早速始めたいと思います。今日はですね、第1回目のコーヒーの日のインスタライブということで、すごいもうすでにたくさん見てくださっていてありがとうございます。私がですね、コーヒーの日の、コーディネーターをしております上田ひろみと申します。初めましての皆さんもいらっしゃるんでしょうか。初めましての方もしよかったらハートマークとか押せるんですかね、なんか押して教えてもらえると、あ、もうハートブワーがすごい嬉しいです。ありがとうございます。上田ひろみと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、この後少し私がちょっとご挨拶をして、近藤コーヒースタンドの近藤さん、準備ができていらっしゃいますかね。近藤さんをちょっと、あ、ハートブワーが、ちょっと待って、本当に嬉しいですね、これ。ありがとうございます。近藤さんをお迎えして、皆さん、いろいろお聞きしたいこととかもあると思うので、ぜひ、コメント欄とか、ご質問とか、近藤さんの方に、ぜひお寄せください。はい。でですね、まず、コーヒーの日イベントなのに、どうして、インスタライブを始めたんだろうって思ってらっしゃる方とかもいらっしゃると思いますので、どうしてインスタライブを始めたんですかっていうことをちょっと私の方から、お伝えしたいなと思っているんですけれども、コーヒーの日はですね、ご存知の通り、3月1日に本当は開催する、予定で、準備をずっとしていって、たんですが、このコロナの影響で、延期ということになってしまいました。それで、Facebook とか、SNS を通じまして、皆さんにこう3月1日は延期ですよっていうことをお知らせした後からですね、もう本当に最近までもずっとなんですが、かなりですね、このイベントに皆さんがこう応援をしてくださるメッセージが本当にたくさん届いていて、本当にありがとうございます。私しか今日は出てないんですけれども、運営メンバー8人いまして、もうみんな本当に目を通していて、全員で本当に喜んでいて、今の活動の本当に励みになっています。で、もう本当に次楽しみにしてますよとか頑張ってねとか、ありがとうございます。毎年楽しみにしていました。ありがとうございます。はい。まだでも、実は3回目なんですよね。なんかこう、長くやってる感じで、なんかこう、応募書感出してるかもしれないんですけど、実はまだ3回目もやってないっていうか、2回しかやれてないんですけど、どんどん続いていくイベントにしていきたいなとは思っています。はい。それで、次、開催されたら絶対行きますとか、頑張ってくださいっていうことを、お店の方を通じてとか、出店者さんからも直接言っていただいたりとか、出店者さんも本当にずっと応援してくださっていて、あとはもう全然こう SNS でつながってないところからもですね、コーヒーの日楽しみにしてます、次行きますっていうことで、延期になったっていうことでですね、逆にこうすごくこう声が私の方にも届くっていうか、そんな風に応援のメッセージ本当にもう全部読ませていただいていて、しっかりと受け止めておりますので、本当に皆さんいつも応援してくださって本当にありがとうございます。で、直接こうやってお礼を申し上げたかったのが一つあるのと、で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、次いつ開催するかなっていうので、ちょっとインスタのコメント欄には、秋に開催っていうことで少し載せさせていただいてるんですけど、まだちょっとどうなるかなっていうのは、わからないので、10月にできればいいな、11月なのかな、はたまた来年の3月になっちゃうのかなっていうところで、必ず開催はさせていただきますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。で、それまでにですね、今企画として
あのこのパスポートっていうんですか、コーヒーの日パスポートっていうのを発行して、お店出店者さんをこう巡ってもらうっていう、ここにあのマップもの、これ見れるんですよ、マップも載っていて、こうスタンプラリーになっていて、私はもう1枚は集めたんですけど、全部で6冊集めると出店者さん回れますっていう紙になっていて、全部、まあ、5個目まで集めて、6個目は、コーヒーの日の会場に来ていただければっていう、最後押させていただけますよっていう、このコーヒーの日パスポートっていうのを今、出店者さんを通じて皆さんの方にお配りさせていただいてます。でこれもですね、やはりお客様の声で、お店の情報をもっと知りたいですとか、お店に行きたいですっていう感じで声を本当にたくさんいただいたおかげで、これを発行するっていうことにつながったんですね。で確かにこう SNS とか、文章とかで、ご紹介して、それも皆さんにもぜひ見ていただきたいんですけど、今コロナですからね、ちょっと行けないとは思うんですが、やはり直接お店に行っていただいて、店主の皆さんと直接お話ししていただくっていうのが、こう一番なんかいいなって、皆さん本当に気さくにお話ししてくださる方なので、そうですね、次のコーヒーの日までに、もう少しですかね、動けるように収束したら、ぜひこのまたコーヒーの日パスポートを持ってお店を巡って、次のコーヒーの日まで楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、そしたらですね、近藤さん準備はできていらっしゃるんでしょうか。近藤さんは見てくださっているんですかね。ハートブワー本当嬉しいですね。近藤さんが出てこられてもハートブワーでちょっと歓迎していただけると嬉しいんですが、近藤さんいらっしゃるんでしょうかね。リクエストボタンをもし押していただけると嬉しいです。なんかちょっとどうなのかな。地元にたくさんのカフェがあるのをこのイベントで知ることができました。ありがとうございます。越谷市の方でいらっしゃいますかね。ありがとうございます。そうですよね、まだまだなんか、何ですかそれ。さ、なんかリクエストみたいな出ませんか。入ってきて、なんだろうな。なんて説明すればいいんでしょうかね。リクエストに入りますみたいなボタンで合ってますか。リクエストボタンどれですか。どなたか説明してあげてもらえませんか。近藤さんに説明していただけますか。私がちょっと、どういうふうに説明すればいいのかな。視聴をし始めていただくと、リクエストボタンみたいなの、むむむ。近藤さん、じゃあ一回退出しちゃって大丈夫ですかね。退出してもう一回入ってもらうことできますか。違う方かな。これ違う方ですよ。なるほど、はい、お待ちしています。ちょっとその間に近藤さんをご紹介したいと思います。そうですね、これからゲストでお呼びしてる、ありがとうございます。見てるよ、ありがとうございます。ハートブワーもお願いします。はい、新座市ですね。埼玉県新座市の新座駅からですね、歩いて10分ぐらいの、住宅街にですね、こうひっそり佇む、スペシャルティーコーヒーの専門、ハートブワー、ありがとうございます。スペシャルティーコーヒーの専門店でして、で、近藤コーヒースタンドの近藤さんは、そちらの店主の方ではいらっしゃるんですけれども、世界なのか、国内競技で、ジャパンブリュワーズカップっていう、抽出をなんかこう競う競技大会、送りました。はい。はい。で、入賞経験をお持ちの、トップスペシャリストのバリスタでいらっしゃいます。で、コーヒーの日にはですね、1回目からもう参加してくださっている、方なんですけれども、はい。じゃあちょっとリクエスト。私がこれちょっと失敗したら皆さん笑ってくださいね。ちょっと緊張して手が震えるんですけど、うまく、近藤さんもしうまくできなかったらもう一回入ってください。ちょっと手が震えてリクエストのところ押せないんですけど、ちょっと待ってくださいね。怖い。どうすればいいんだろう。怖い。できない。これをお呼びすればいいんですかね。そしたら皆さん歓迎してください。
何かまた近藤さんにこういうふうにしてくださいっていう指示が来てたらすみません、 LINE から。あ、 LINE から。あ、おお、近藤さん、こんにちは、皆さん、近藤さんですよ。嬉しい、ありがとうございます。聞こえてます、私の声は。いや、聞こえますね。よかった、近藤さん声張ってくださいね。聞こえないですか、ごめんなさい。聞こえてます、聞こえてます、遠慮がし。お一人ですか今。一人です。一人。ねえ、いらっしゃいましたね、近藤さん。はい。聞こえます？聞こえない？聞こえないの？はい、あ、今日知りました。あれなんですか？ちょっと貼らないとダメなんですかね、これ。よくわかんないですね、仕組みが。はい、皆さん、新座市で、おみ、なんだこれ？何ですか？何の声ですか？なんだろう。どなたかいらっしゃる。あ、僕ですか？わかんない。あ、大丈夫です。なしで、近藤コーヒースタンド、お店をされている近藤弘樹さん、今日はゲストにお迎えしました。ようこそお越しくださいました。近藤さん、ようこそ。ありがとうございます。もうトップバッターで、もう私もこれ本当に初めてですし、今日買いに行きましたっていうお客さんもいらっしゃいますよ。あ、本当ですか。すごい嬉しいですね。いやなんかね、後半すごい並んじゃって。今日並んだ人には本当申し訳ないな。感じでした、私もなんか6時だしと思ってという間に時間来ちゃいましたけど、で、まあ、近藤さんトップバッターなんですけど、あの皆さん声かけ、書店さん声かけしたらなんか恥ずかしいってずっと皆さん思って、なかなかでも10人ぐらいはやりたいって言ってくださってるんですけど、なんか昨日ぐらいからやっぱりやろうかなっていうくださるので、多分結構続くと思うので、私もだんだん慣れてくるかなと思います。よろしくお願いします。はい、いろいろあのご質問ももちろん来てますし、私もお伺いしたいんですけど、すみません、ゲストに入っていたらこういう風に、ね、あのお顔のところにこうなんていうのかな、コメントが入ってしまって見えなくなっちゃう、ちょっとまだあのコメント消すとかできないので、すみません、なるべくちょっと上の方にこう上がって、そう、いいですね、いいですね、感じでやっていただけるといいですね。皆さんこれで OK だと、あのまたハートブワーで教えてください。この間行きました、ありがとうございます。この間行きました、すごいいっぱいいらっしゃいますね、ありがとうございます。そしたら、まあ、ちょっとコロナでですね、ちょっと今後お会いするのもちょっとお久しぶりなんですけれども、どうですか今お店の状況というか、まあ、今、まあ、これまでと、まあ、6月になったらまたちょっともしかしたら変化してると思うけど、まあ、今のなんかちょっと販売方法とか、まあ、これからちょっと6月にどういうふうにされていこうと思ってらっしゃるか、お店の状況を教えていただけますか。お店はそうですね、まあ、僕のお店は4月頭かその前ぐらいか比較的早めにテイクアウトに切り替えて、はい、それで、まあ、もう2ヶ月ぐらいやってるんですけれども、まあ、おかげさまで、僕もいろいろね告知とかをさせてもらったり、結構頻繁に比較的やるようにはして、はい、大体、今たくさんの方に来ていただいてありがたい状態です。はい、で、まあ、そろそろそのイートインもう始めたいなって思って、うん、まあ、それも調査してて、はい、まあ、それが整い次第、まあ、6月なのか、来週はちょっと難しそうなんですけど、まあ、早い段階でできればなとは思っている、この頃ですね。この頃。はい。なんかそのテイクアウトに切り替えて、商品のラインナップとかも随分変化。ん？商品のラインナップとかを変化されたテイクアウトで、いや、と基本的にはありがとうございます、スコーン、そうですね、スコーン美味しくて幸せすぎましたって書いてますよ、ありがとうございます。その今書いてあった通り、ちょっとまあ、ドリンクと、あと今こういう季節だに暖かくなってきちゃったんで、ちょっと冷たいものは、冷たいデザートとかは控えて、まあ、じゃあ何ができるって言ったら、スコーン作るぐらいしかできなかったんで、それで今、スコーンの
バリエーションを増やして、まあ、そこでお客様に少しでも、まあ、楽しんでもらえたらなっていうところで、お店自体はドリンクとスコーンがメインでやってますね。あとは山形のお菓子、杉谷さんの。はい。美味しいね、山。そうですね、あれはもう、すげえ美味しいので、僕も実践してます。で、今日、出来たてだったので、たくさんの方が買っていただいて。そうなんですね。あ、いいですか、お聞きして。山形、なんか反応してますね。山形ご出身、あ、チームメンバーですね。チームメンバー。山形ってちょっとだけご縁があって、ね、ご縁があってお菓子入れさせてなんかそのスコーンの味とか、どれにしどうかなっていうのをどうやって決めてるう。僕が食べたいなって思の？あ、います。いいですね。食べたい。今は抹茶でしたっけ？抹茶？山形僕出身じゃないです。一応これ答えました。あ、出身なんです。いや、ご家族でしたっけ？僕の、そうですね、父が山形の米沢出身で、まあ、父が非常にこう山形を愛している人間だったんで、まあ、僕がね、少しでもお店やるときに、その山形っていうものを伝えていけるお店にできればなっていうところで、今はその杉谷さんのお菓子を置いて、少しでも、あ、山形って思ってくれたらなっていうふうに。そうなんですね。まあ、ここはスコーン美味しすぎました。あ、本当ですか。ありがとうございます。本当にちょっと種類増やしたいんですよ。もうちょっと、もうコーヒーとスコーンみたいな お店にしようかなとは、ちょっと思ったんですけど、それはもうちょっと。近藤さんが食べたい味ですよね。お客様からこう作ってくださいっていうのリクエストを。特にはそういったリクエストはないですね。まあ、僕が純粋に食べたので、それが実際にかどうかっていうのを、今もしここでお客様がこれ食べたいですって言って一度作ってみてください。あ、まあ、参考にはしますけど、僕、お菓子作り得意じゃないので いいかどうかは分からないです。おかしい。そっか。参考にしてくださいね。何か、このスコーン食べたいっていうのをリクエスト、コメントしていただければ、受けたらと思います。ちょっとすっかり忘れてたんですけど、皆さんぜひ、お飲み用意していただいて、なんか急にちょっと緊張して、喉が渇いてしまいました。オレオのスコーンはね、あれです。こ、りましたよね。はい、あれも今で、まあ、日替わりで作ってるって感じです。今は、イチョコスコーンと抹茶と、あとココアの3つがラインナップにいくと、もう5、6、もう2、3増やせればなと思うんですが、あとは、今書いてくれてたんですけど、プリンも今試作してて、ピスタチオ。なるほど。ピスタチオ、ベストですね、これ。好きです、ピスタチオ。まあ、今、そのイートインに向けてやってるのは、そのプリン試作してます。ピスタチオ、一応、覚えておいてもらっていいですか。あ、もちろん、抹茶バナナ。ありがとうございます。はあ、近藤さん、全然緊張してない。してないのかな。いや、してますよ。本当ですか。はいですね。ちょっと離れます。あれですよね、やっぱりそのキーパーズカップって、トークも魅了するわけじゃない、ジャッジを。だから、お話もすごくやっぱり慣れてらっしゃるわけですよね。まあ、喋るのは好きですね。そうですよね。はい、すみません、なんか文字が見えなくてちょっと近づいちゃうんですけど、申し訳ないあ、です。私も近づきます。意外と見えないですね。意外と見えない。パッドとかにすればいいわけですね。ダメ。ご飯とコーヒーですね。よかった。いいんですか、こんすみません、な感私、じで。話を遮っちゃってる。はい。そしたらですね、一つお願いが今日あって、もし動いていただけるならです、カメラ。まだ行ってない、新座になかなか行けないお客様に、お店の中をちょっと巡ってもらうことでできますか、カメラ。それは無理。ですけど、
汚いですよ今。じゃあ、じゃあそしたら周りの、あ、じゃあコーヒーのエリアとかどうですか。あ、まあ、普通にやってる店内なら大丈夫です。スペースで作ってる。うん、うん、それはそのまま動けばいいんですか。行けるとこだけでいいです。あ、うん、なんかこうお店の雰囲気をちょっとせっかくなのでお店側に向けてもらってどうしたらいいんですか、ね、よくわかんないです。うんうん、あ、山形のですか。これそうですね、山形のお菓子ですね。これはクッキー、よいしょ。クッキー大きいですね、一つが。あ、これ逆にできるの。あ、これそうなんですよ、うんうん、カルピスバターっていう、はい、希少価値が高いですね、いい、うんうん、いいやつを使ってて、うん、まあ、お飲み物のカルピスですね、あれから取れる副産物のバターでさっぱりしててすごい美味しいんですよ。すごいいっぱい種類ありますね。バタドラス。バタドラ。あ、バタドラ。で、これフィナンシェですね。バタドラファンもたくさんいらっしゃるんですかね。食べたい、来てますよ。バタドラはやっぱすごい人気です。そうなんですか。はい。僕もなんか写真撮りがてら食べたいんですけど、売れちゃうんでいつもやめてるんですよ。絶対美味しいやつ。塩キャラメル味おすすめ、お客様。あ、塩キャラメルはこれですね。どれですか。あ、つぶつぶがキャラメルなんですか。これはうまいっすよ。まあ全部美味しいですけどね。ありがとうございます。バタドラ今日買いました。はい、てる。そうなんですよ。あ、出店者さんもたくさん見てくださってますよ。ありがとうございます。本当ですか、ありがとうございます。ね、嬉しい。出店者さん、次は皆さんの番です。今のコーヒーです。すごい、全然見えないですけど、説明してもらっていいですか、ちょっと。塩キャラメル。ソールドアウトにめっちゃなってる。今日めっちゃコーヒーが出て、ほぼなくなっちゃった。やっぱ皆さんコーヒー大好き。今はメルさん、大阪のメルコーヒーロースターズさんっていう、はい、うんうん、はい、すごい有名なロースターズのところと、あと、畠山さんですね。ビスポークコーヒーロースターズ。畠山さん、見てください。見てない。見てます。畠山さん、いや、見てないんじゃない。心配して見てくださってると思いますよ。本当ですか。エチオピアのコンガ、うん、あとは、フィロコフィアさんの今ちょっといいやつです。あ、畠山さんいる、見てくださってる。ありがとうございます。めっちゃうまいですね、うん、コンガおすすめです。あ、すごいいっぱいありますね。で、これフィロコフィアさんのコロンビア、はい、ローリナっていうすごいちょっとお高いお豆ですね。ます、うんうん、はい、あとはまあメルさんのケニアの深入り、朝入り、あとルワンダ。うーん、明日休みなんですよ、ごめんなさい。明日明日だけですか、お休み。明後日からは大丈夫ですか。あ、やります。はい、よかった。大丈夫です。お近くだったらぜひ。あ、完売しました、すごい。ドリンクです。はい。はい。スペシャルティー、カフェラテ。これはココア。ソイラテ。チャイラテ、はい。カフェモカ。ホワイトカフェモカ。エアロプレスソーダ。うんうん、あ、カカオリフね。抹茶ラテ。ソーダチャイ。まあそこら辺ですね。うんうん、あとは何個あるかな。何もないな。こんなもんですかね、メニュー自体。うん、あとはマシーンがあって。でマシン何ですか。マルゾッコ。マルゾッコです。はい。FB80 でしたっけ。あ、チャイラテありがとうございます。うん、下根に乗って。ラテ行きたいね。で、使ってる、これなんだ、ケトル。うんうん、で、中ですね。おお、これ皆さん嬉しい。どこの中を見れるの。マシンの裏側見たいですって。リクエスト来てますよ、はい、ゆっくりゆっくりご覧になってください皆さん。ちょっとね、はめてないんであれですけど、うんうん、何もないですね、何もできることがない。こんぐらい上下。はい。これがミルです。はい、エスプレッソ用のミル。うんうん、でこれがドリップ用のミルですね。
とは、これは、続いてイベントやりました。うんうん。これは、ハンド、ハンドミルクですね。近藤さんってめちゃくちゃ手洗いますもんね。まあ、お店の方なら当然なんでしょうけど、なんかうそうです、ね、常に手を洗ってるイメージが私にはあります。いや、僕は異様にやってました。だから今こういう状況ですごい、うんうん、あのね、消毒液とかが石鹸とかいろいろなくなって非常に僕も困ってるんですよね。そうか、そうですね、汚いですよね。一応あのイートインの時には、うん、あの席を間隔しっかり開けて、はい、まあ、こういう感じでやろうかなと思ってます。うーん、あ、結構めっちゃいやでも多分ご存知の方だったらすごく間隔が空いてるのすごく分かると思いますよ。近藤さん行かれたことある方なら。あ、本当ですか。これは、うん、これはクッキーのストックですね。あ、はい、まだいっぱいあります。いっぱいある。明後日買えますよ皆さん、クッキー。あ、本当ですか。ありがとうございます。看板新しくしたんですよ、うん、そういえば。え、これを見せてください、ぜひ。ずん。これ。これなんですよ。いいんですか、すいません。これ新しいやつです。昔のやつかな。昔のやつどれでしたっけ。あ、そうですね、そうですね。確かにそうだ。あの、もう、はい、お蔵入りしてますけど、昔のやつこんなだったんです、うん、そうです。どこにあるんですか、新しい看板。あ、変わんないですよ、鉄板のところです。うーん、すごい素敵ですね。で、これがあれですか、バリケードサインですかね、外の看板です。うんうんうん。で、実はこれ気づいてる人いないと思うんですけど、うん、はい、これ入り口は灰色なんですけど、はい、これあの後ろから見ていただくとこう黒なんですね。お、まあどうでもいいんですけど。いや、これ皆さん、ごめん、写真。気づいた人いないです。めっちゃいいですね。ここも一応変わりました。はい、あ、本当ですね。すごい、かっこよくなってる。僕の今お気に入りは、ここのガラスのロゴ。ここすごい好きなんですよね。では、同じデザイナーさんなんですか？デザイナーさん同じです。うん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 。本当最高って来てます、デザイナーから。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。やっぱニーザと埼玉っていうのを僕は誇りに思って書かせてもらってます。うん、ニーザのご出身なんですか。僕自身はニーザです。うん、いや、いいですね。少しずつじゃあこうお休みされてるようでリニューアルして、あの収束に備えてご準備されてるっていう感じですかね。そうですね、準備は着々と、あと大会も今年は分からないですけど、うん、次の大会に向けて日々トレーニングは続けてます。はい、素晴らしいですね。本当にもうなんか過酷なトレーニングをお話をこの前お聞きしてね、一回ね、競技は本当に一度きりですからね。布巾は何色使ってますか。ね、布巾って何だろう、あれですか、何ですかね、大布巾ですか。うんうん、そうかも。大布巾は青色かな。あれどこ行きました、僕の。あ、あった、これ汚いですよ。いや、片付いてると思いますよ。片付いてる。これ見て大丈夫ですか。こんなんです。本当だ、ハートレンダー近藤さんすごい大人気ですよ、皆さんが。ハートボア、 ありがとうございます。なんかコーヒー入れていただいたんですけど、コーヒーをコーヒー入れましょうか、じゃあ。あ、皆さん、近藤さんがコーヒーを入れてくださいますよ。嬉しい。あ、お湯を温めなきゃいけないんですよね。うんうん。じゃあ、お湯を温めるのどのくらいかかります？あの、ご質問が来ていて、あ、ぜひぜひ。答えていただくことは可能ですか？はい。いいです？大丈夫です。じゃあ、皆さん、コーヒーを近藤さんが入れてくださったとお待ちいただいて、2つご質問をいただいてるんですよ。はい、実はあのまずはそのなぜコーヒーを好きになったんですかっていうか、まあ、この仕事をしようと思ったんですかっていうのを聞かれてるんですけど、聞こえます。聞こえます。あ、コーヒーさん、そうそう、あの好きになった
正直に言った方がいいですか？まあ、お任せします。いろいろな大会前とかいろいろあるのでお任せします。あ、でも好きになったきっかけは、学校ですね。学校？僕は前職を10年ぐらいやってて、うんうん、で、なんだっけな、そうで辞めて1年間だけ専科学校行ったんですよ。うん、でここでカフェ科っていうコースがあって、はい、ここで1年間勉強していく中でコーヒーの先生が、多分知ってる方いると思うんですけど、アンリミテッドさん、アンリミテッドコーヒーロースターズ、はいはい、アンリミテッドの方だったんですね。うん、でそこコーヒーに特化した授業になってて、うんうん、まあ、スペシャルティーコーヒーに出会って、まあ、なんじゃこりゃって思って、うん、感動して、でかつバリスタっていうこの仕事がすごい僕の中ではかっこよく見えたんですよ。かっこいいですよ。こう味をコントロールしてうまいまずいとか言ってる感じが、うんうん、かっこいいです。めちゃくちゃ、うん、すごいね。それに憧れて、うんうん、やりたいなっていうのがより強まったって感じですね。もともと貨幣をやろうっていう思いで専科学校は行ってたんですけど、コーヒーを思ったのは学校行ってからですね。うん、それがきっかけです。知らなかった。皆さんご存知だったのかな。すごい。それなのにもうブリュワーズカップも出て入賞もされて、すごいですね。いや、ありがたいですよね。あれは正直2016年に決勝に行かせてもらったんですけど、あ、聞こえてます？ちょっとニックス2016年に決勝に行かせてもらったんですけど、はい、あれが全てですね。あそこで僕決勝行ってなかったら多分今みたいになってなかったと思います。2016年で決勝行ってたから、なんかもうちょっと頑張ろうって思いだし、あそこで行ってたら多分普通にカフェやってると思います。そうなんですね。まんまと JJ にハマりましたね。ありがとう。大丈夫ですか？お湯は分けますか？もう一つお聞きしても大丈夫ですかね。大丈夫。皆さんご質問とかもし、あ、これ来てるのかな。なんか変なところ質問がなっちゃったら嫌だから、ちょっと見逃しちゃってたらコメント欄に入れてもらって、もし近藤さんに聞きたいことがあれば、ね、リクエスト、なんかいろんなところにあるのがついてるんですけど、すいません、ちょっと本当初めてなんで申し訳ないですね。いいです、入れてください、してください。すいません、なんか見ちゃったっす。すごい、コーヒーを入れて、あ、コーヒーを入れるのかな。ブライダーもちょっと、あ、いいですか？質問が来てますよ。このライブ感いいですね。どの作業が一番かかってきてますか？コーヒーを入れるどんな作業が一番好きですか？入れる中でどんな作業が一番好きですか？入れる作業って何だろう。全部ですかね。全部。入れる作業。ちょっと今最近的外れかもしれないですけど、その質問に対して最近すごい楽しくやってるのは、そのコーヒーを作った後に評価シート、カッピングフォームっていうのがあるんですけど、評価シートみたいな感じで、あれが今最近楽しいです。あ、だこうだ言いながら、あ、だこうだ言いながら、あ、これはこうだな、そうだなとか
こういう味がするなとかっていうのを、うん、そう、まあ、ちょっとあれですけど、あ、こんな感じですね、スコアシート、はい、こういう感じでつけるんですよ、うんうんうん、それが今最近ハマってます。まあ、日常のことなんですけど、最近なんかより楽しくやってますね。はい、あ、み、うん、これなんか見やすくしないですね。どうしたら本当さ、うまくやってください、ね、こうすればいいのか。お、よいしょ。初心者が使うのはおすすめのメーカー。ちょっと記録しときますね、流れちゃう。おすすめのメーカー、うんうん、メーカーってなんだろう。コーヒーメーカーですか。ね、何のメーカーですかね。メーカー、器具ですかね、うん、ドリップで言えば僕はもうハリオのこの V60 をしょっちゅう使ってますね。っていうのも、あの抜けがいいんですよ、お湯の、お湯抜けっていいんですか、お湯抜けが非常に、あ、やべ、入れすぎた、なんか好きなので、うんうん、あんまり僕はあのあれなんですよ、こう浸湿って言って湯だまりするのが好きじゃなくて、はい、こうツーって落ちてくのが好きで、あ、器具ですって書かれてますよ、湯か、あ、そうですね、このハリオですね、このハリオ、これです、僕最近はメタルタイプ使ってます。お、本当だ、初めて見ました、メタル、こういうプラスチックとかがお手頃でいいんで、これがおすすめだと思います。へえ、どう違うんですか、メタルとプラスチック。なんだろう、まあ多分構造上は同じだと思うんですよ、うんうん、同じなんですけど、なんとなくこう、うん、まあこの口ですかね、ここの円の部分が広く感じるんですよ、なんですごい研ぎやすい、研ぎやすい、うん、いい香りがしてきそうって書いてくださってます、ありがとうございます。これはケニア、うん、ケニアですね、そのさっきのメルさんのケニア入れてます。ケニアいいですね、フルーティーで、うん、あとブワーが来てますよ、近藤さん、あ、どうぞどうぞ。ね、あとさっき器、おすすめの器っていうのはコーヒーカップのことですかね。あ、カップは、これは、ね、オープン始めぐらいから使ってる、まあこれかな、金刀でしたっけ、これ金刀さん、これ、あ、そうですね、近藤さんといえばそれですね。これはまあちょっと形状がすぼんでる感じなので、まあ、香りが、まあ、こもりやすくていいかなって思って使ってますね。そうか、すごい、なんか貴重なこといっぱい聞けますね、これいいですね。お湯は何度で入れたらいいですか、ありがとうございます。僕は85度で入れてます、お店は。85度は、まあ、酸が尖りすぎずに、まあ、甘さも感じやすい温度なので、うんまあ、85度にして、まあ、豆も何種類か扱ってるじゃないですか。で、豆ごとにちょっと温度変えると大変なので、うんうん、まあ、とりあえず85度にして、うんうん、統一して、あとはメッシュ、その、この細かさですね。粒、うんうん、度の細かさを調整して、味を整えてるって感じです。うーん、おい、あとはデュラレックスっていうこのカップ、はい、これもおすすめです。おすすめ、頑丈で、頑丈で、頑丈がおすすめですか、デュラレックス。あとこの飲み口が若干熱いので、さっきの均等に比べたら、うんうん、なんでその液体がこうよりまろやかに感じやすいっていうんですかね。うーん、いや、これすごいフレーバー自体をすごいパッて出したいときは、うん、さっきの均等の方が若干薄いんですよ、ちょっと見た目分かりづらいですけど、はい、
なので、このフレーバー、香りとかを強調したいときはこっちにして、まろやかさを出していきたいときは、このデュラレックスにするといいのかなと思いますけど、はい。まあ、基本僕はフレーバー重視にしてるので、キントを使ってます。ありがとうございます。はい。あと、お水は何を使いますかっていうご質問ありました。お水ですか。お水は、はい、浄水を僕はお店使ってなくて、このウェルシアの信州北アルプス安曇野天然水使ってます。はい。これいいんですよ。はい、いいんです。どこがどういいんですか。ここっすね。一応ポイントとして見てるのがこの pH と、はい、pH が 6.9 っていうところで、また7が中性じゃないですか。はい、で、それよりも弱酸性、ちょっと酸よりの酸性のやつの方が、よりスペシャルティーコーヒーのアシディティ酸を引き出しやすいので、僕はこう7以下ぐらいの理想としてて、かつこの硬度、まあ、硬度っていうのはこのマグネシウムとかカルシウムとか、まあ、いろいろ成分が含まれてる度合いなんですけど、まあ、これが少ない方が、まあ、より軟水になって、余計なこのミネラルがない分、そのコーヒーの味をストレートに感じやすい、邪魔をしないんですかね、コーヒーの持ってる味わいも。なので、この硬度がなるべく低いやつっていうところで探したら、このウェルシアがすごいちょうどよかったんで、僕はウェルシアの天然水、70円ぐらいだったのか。よかったですね。なんかね、皆さんお水にわざとこういろんなものを加えたりして、お水には本当にこだわって入れてる方もいらっしゃいますからね。そんな近くで理想が見つかるっていいです。あ、綺麗。はい。飲んでみてください、ぜひ。飲んだ。飲みましたね。こちらこそご質問ありがとうございます。いかがですか？うまいっす。美味しそうです、皆さん。いいですね。すごく透き通ってますよね。結構、そうですね、あっさりめに仕上がりますね、僕のコーヒーは。はい、フレーバーをより感じていただけたら。いや、これそっか、明日休みじゃない時にやった方が良かったですね。皆さん行きたいと思いますよ。あ、ちょっと電波がですかね。近藤さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。こんな感じです、はい、コーヒーは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まさかコーヒーを入れていただ、ゆっくりお召し上がりください、もう。ありがとうございます。なんか、ウェルシアのこの水が結構余ってたんで、基本的に僕、捨てちゃうんですよ、これ。一回温めたやつ。はい。で、捨てるには結構余ってるなと思ったので、使えてよかったです。後で点つけます。点つけよう。捨てちゃうんですね。はい、早く行きたいですよ、早くね、行きましょう。そうですね、お待ちしてます。いいですか、もう一つ、ちょうどコーヒーを入れてくださったので、その入れたコーヒーについて質問をいただいていて、たくさんこうポットに入れると飲み残しがあるじゃないですか。はい、たくさんポットに入れちゃうとね。で、それをなんかこう少し時間が経つとやっぱ美味しくなくなったりとかするんだけど、なんかこううまくこうなんか残さず使い切る方法ってあるんですかって、こう余ったコーヒーのアレンジ、入れたコーヒーを余ったものをうまく使うお料理とかお菓子とか何でもいいんですけど、なんかこう近藤さんだったら余ったコーヒーこうしますってのあります？余ったコーヒー
まあ、あれですね、コーヒーゼリーにすればいいんじゃないですかね。一番簡単な、ね、コーヒーゼリーならゼラチンなりを入れればいいだけなので、またそこからいろいろアレンジできると思うし、アイス添えたり。いいですね。コーヒーゼリーいいですよね。なんかドロリッチでしたっけ？コーヒーゼリー。やつ。ああいう感じにアレンジもできるので、ゼリーが一番いいかなって思いました。ご質問くださった方大丈夫ですかね。コーヒーゼリーがおすすめだっていうことです。コーヒーゼリーは出されてるんですか、近藤さんのところでは。時出してたんですけど、やめちゃいました。ちょっとまた熱くて。で、結構そんなに固めてないんですよ、うちのコーヒーゼリーって。だから、固くしてない。緩いです。熱いと溶けちゃうかなって、コーヒーゼリー。なんでやってないです、今は。そうなんです。ありがとうございます。すごい、もうあっという間に47分、近藤さん、すごい。カフェオレベースの販売予定はありますか？予定はないですけど、仕入れることはできて、いつもどうし入れようかな、どうかやって迷ってたんですよ。まあ、それ、メルけど、メルさんのラテベースっていうのがあるので、まあ、ちょっと、もうちょっと夏場とか、アイスラテとかしたいなっていう季節入れてもいいかなって思ってま入るかもしれない。す。そうですね、試しに入れてたなっていう。ね、そうですよね。なんかおうち時間にも慣れてらっしゃる方も多いですからね。おうちでもやってみたいとかね。いろいろいらっしゃるね。プリン楽しみにしています。ゼリー美味しかったです。ありがとうございます。プリンがね、もう本当大変なんですよ。やり始めたら全然難しくて もう今週ずっと毎日プリン作ってたんですけど、なかなかね、完成できなくて、本当は今週中に仕上げて、なるべく早くと思ったんですけど、また来週にずれ込んじゃいましたね、プリンの試作が。はい、また来週頑張ります。なんかプレーンなんですか？そうなんでていす。プルに牛乳と砂糖と卵だけのプリン今作ってるんですけど、あ、美味しそう。コーヒーに合いますね。そうですね、なんかやっぱ最初試しに作ってみて、シンプルな分形としてはできやすいんですよ。バーンってすげえできたと思って最初テンション上がって、それが普通に美味しかったんです。なんか作って重ねていくうちに、なんかだんだんシビアになってきて、口が ああれって るあるじゃないですか、それは。こだわってて、今もう、まあ、ちょっとずつこの検証しながらやってるので、まあ、やって、こういうダメなところはこういうふうなのが原因だったのかっていうのをちゃんと考えてやって、まあ、前には進んでるんですけどね。楽しみにしててください、皆さん。プリンもいいけど、ピュレがあるともっと嬉しい。バーナーやつですよね。私も好きです、ブリュレ。そうですね、僕も好きですよ。うまいっす。落ち着いたら、ちょっとずつ、なんか、そういうカフェっぽいこともやっていきたいと思います。ほい。ありがとうございます。ね、なんかすごいあっという間に時間過ぎちゃうんですね。あ、聞こえてます？はい、あ、大聞こえてます。丈夫。時差がありますけど。そしたらじゃあどうしようかな。なんか質問ね、もう一個ぐらいお受付したいですけどね。楽しいんで、ありがとうございます。楽楽ししいですんでか？ください。ありがとうございます。私もだんだん楽しくなってきました。もう本当に最初手が震えてどうなることかと思いましたけど。出店者さんたくさん見てくださってると思いますからね。皆さんこんな感じで、もう恥ずかしがらずにですね、どんどん出ていただきたいですよね。ぜひぜひ、ね。もう、ほんと喋れますんで、僕は。そうですよね。そうです。応援本当ありがとうございます。もう嬉しいですよね。ありがたいですね。
できればいいですね。10月に。ね。10月ね、やりたいですよね、本当にね。コーヒーパスポートのお客様って来ていらっしゃいますか？持って。もうね、うちから見つけて持ってってくれる人はいますけど、まだ見てないですね、そういえば。持ってきた方は。でも、手に取って持ってってくれる方はちらほらといますよね。うんうん、まだこれからね、まだ始まったっていうか、始まってないですからね。これ始めてからすぐもう自粛になってしまったので。そうですね。ですよ。本当にそうですね。わかりましょう。ありがとうございます。何かご質問もしね、あれば。大丈夫そうですかね。絶対お店に行きます。ありがとうございます。なんかこうカメラの位置が僕定まんなくてですね。伸びてもらった方がコメントに。これね、本当は近藤さんが上に来て私が下だといいんですけど、それがどうしたらいいのかな。あ、なるほど。まあ今更。今更なんですけど、これインスタの会社のなんかこうちょっとうまく考えてほしい。参考に。次の人の。ね、はい、ゲストを上にしたい感じはありますか？ゲストから始めればいいんじゃないですか。あ、ゲストから、私が行くんですか？そういいですね。ね、じゃあ大丈夫そうですかね。もう、あ、絶対お店に行きます。あ、ラパンさん見てくださってます、出店者さんの。ありがとうございます、本当に。店内の植物素敵ですね。ありがとうございます。店内の何ですか？植物？植物？あー、ドライフラワーですかね。ドライフラワー。はい、こだわってらっしゃるね、お店の内装。これですか？ドライフラワー。あとドリップバッグもあります。あ、ドリップバッグもあります。駅から近いですか？10分ぐらいですかね、駅から。そうですね、10分ぐらいですね。うんうんうん。エアロプレス。あ、なんか症状が見えましたよ。症状、ああ、ありがとうございます。6位と準優勝。はい。で、トロフィーですね。ありがたいですね、はい。トロフィーめっちゃかっこいいですね。本当ですか？かっこいいって言われた人初めてなんですけど。どうしよう。大丈夫ですか？なんかブリュワーズカップ界ではあんまりかっこいいってなってないですか？どうなんですかね。まあまあ賛否両論っていうんですかね。いろいろあると思います。あ、ちょっと暗くなってきましたね、埼玉。まあこっちもですけどね。なんもないんですよね、うち。あの、本当にこうね、住宅街に向けてずん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 歩いていく。あ、うん、そういえば駐車場が分かりづらいっていうんです、はい、最後に駐車場。あ、駐車場あるんですか、本田さんと。止め手がここなんですね、はいはい、で駐車場は案外ここのところを止めがちなんですけど、うんうん、止めがちここではなくてもっと先なんですよね。そうなんです。本当にね、こういう住宅街のここです、ここなんですよ。あ、この砂利が敷かれてるスペースのところなんです、うんうん、この、はい、2台、2台分、全く分かりづらいんですけど。うんうん。じゃあ、お店すぎる。あ、あ、お店ちょっとすぎる。お店が青い車らへんとこですね。うんうんうん、そうですね、少しで、ここです。うんうん、ありがとうございます。はい、食べたい。来てくださって、ありがとうございます。よいしょ。よっこらせっと。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、ね、多分ブチって切れちゃったら嫌なんで。あ、駐車場に目印の看板、出てます？いつも。今見に行ったら埋もれてましたね。ちょっと今度整理します。得したら、あるってことですね。はい、そうですね。うんうん、いや、すいません。はい、はい。そしたらもうプチッと切れちゃうとあれな、切れちゃうのかな、分かんないと。第2回目のゲストが決まっていて、コーヒーの日の。越谷の、コーヒーの貝塚さんなんです。
来週なんですけど、多分なんかリクエストとかメッセージとか、なんかこういいと思うみたい、つないでもらえますか？無茶ぶりでした。まあいいんです。貝塚さんになんかメッセージを、メッセージがもしあれば。何コーヒーやる？ごめんなさい、もう一ノッ回。クコーヒー、ノックコーヒー。ああ、ノックさん、はい。ノックさんです。ノックさん、質いい問と思でう。す。質問？何でもいいです。メッセージでもいい。いいと思う。メッセージ、すごいいいお店なので、また行きたいんですけど、パスポート巡りしてください、近藤さん。あ、確かに。本当はノックさん、すごい素敵なお店ですよね。素敵ですね。ちょっ勉と強カしメてラまです。見せていただけるといいですね。ああ、ぜひぜひ行ったことない人は絶対行きたくなると思います。ね。また行こう。ありがとうございます。本当にもう1時間経ってしまったのジャンプで、今日は行かせていただきたい。どうですかね、皆さん。もう本当ちょっと初めてでね、私の本番もちょっと緊張しながら、もしご質問とかいただいてたら見れてなかったら本当に申し訳ありません。いいところ。はい。ありがとうございます。ずっとゆっくり、の開催までにですね、続けて、出店者さんのご紹介を、させていただきたいと思いますので、お時間がある限り、まあ、今日は本田さん、この時間だったんですけど、まあ、お店によって時間、曜日も変わっていきますので、また数日前に告知していきたいと思います。はい。近藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。また呼んでください。はい。皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。